早く来い、クラウド。ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局は、シンラカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。現在停戦中の部隊の関与も視野に入れて、引き続き調査するとのことです。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート7番プレート崩壊に続き、ミッドガルが全部竜巻に入っちゃったんだって。0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイでは、シンラ軍によって捜索が進められています。行方不明者1名、そっち元総司は大型の剣バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元総司はバスターソードを所持。おい、あそこ、こっちへ運べ。離陸の準備を急げ。あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。救護班に連絡しろ。最終対象者を確保した。これよりヘリにて帰還する。急げ、出発するぞ。おい、何をしてる。今ヘリが飛び立ちます。この辺り方面で動くよ。俺の友達、魔法中毒。ちょっと！エアリス！
さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファ、全部話すぞ。うん。私は、大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて。あっても、気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。
んなの無理。子供か。なあ、そろそろ今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。お？せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔鋼炉の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔鋼炉があるところだな。うん、5年前の9月、魔鋼炉の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。ああ、両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバって死んだビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。おう。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。
フッ。